おっす。おっす。今回ですね、はい、まあ、前回、筒香選手、はい、見させていただきました。はい、まあね、もうこの選手も、まあ、左筒香といえば、はい、右は誰、はい、誰なんだって話ですよ。DNA でね。DNA で右。それはもうロバート・ローズですね。古いね。それはもう、それはそうじゃないですか、もう。好きだな。大好きなんですよ、もう、ロバート・ローズ。ちょいちょい。はもう、タイロンズ。あいつが入ってきたから、俺、サード行ったり、ファースト行ったり。すいません、なんか、俺は嫌いなのよ。死活問題だ。死活問題そうですよね。奪われてますから。はい。じゃあ、今日の縦取りは誰ですか？今回の縦取り。やかましいわ、縦取りとか。今回の縦取りはですね、宮崎選手を。おはい、もう、天才宮崎。もう、縦取りにふさわしい構えですもんね。ちょっと見ていきたいと思います。はいはい、こちらが宮崎選手。これどう思う？いや、素手なんだなって。そんなよ、お前。これ、しゃくってない？おー、ここですか？うん、わざと下から出してた。わざと？え、叩いて打てる、もう頭の中の想像がつかない。しゃくらない。しゃくらないと思う。それと宮崎の一番いいところは、はい、全く体が動かない。一本足になって、はい、そこから前行かないでしょ、絶対行ってないっすね。ね、それと手首の使い方、うん、お前が入るって言ったよね、バットのヘッドが、うん、そこでリズムなんだよ。でもあれがポンポンと使って出すよね。これが手首の柔らかさなんだよ。もうね、やっぱね、惚れ惚れする。いい、はい、これポーンポーンとやってバットのヘッド、うん、はい、ここがね、反動になってスピード上げるんだよ。2回ぐらいいってませんか？でもこれをやる人は手首が柔らかくないとできないんだよ。でも右のかかとも全然、いやいや、上がるはずがないんだよ。さっきバットのヘッドをこれだけうまく使える選手は、はい、すごいっすね。すごいっすよ。まあ、これを、まあ、これはね、はい、三振なんだよ。なんで三振の？めちゃめちゃ。やっぱね、いいバッターだよ。ああ。左は筒香、右は宮崎。うん、はい、見てる人、うん、本当に参考になるよ。うん。逆にあの宮崎選手のこの調子悪い時みたいな、うん、とかっていうあれの。まあ、バロメーターみたいな。どこで見てる？どちらかというと、はい、ポイントが近くなりすぎるときだよね。形が崩れるっていうのは想像しにくいんだよ。筒香はこうやって右肩が落ちるっていうことがあり得るけども、うん、宮崎の場合はこうやって自然体でこうやって構えてるから、うん、だから言えば、まあ、突っ込んだりだとか、うん、例えばポイントが近くなりすぎたとか、うん、まあ、そういうことだよ。技術的には崩れないような感じのバッターだもんね。あー、逃げれるもん、右に。あー、調子悪い時は、はい、狙い撃ができるし、まあ筒香もどっちかというとそうだね、はい、調子が悪いなと思ったら向こうに狙っとけば、反対方向に、はい、絶対打てるんで。ただやっぱり使命が違うんだよね。まあ、やっぱホームランを打たなきゃ、長打を打たなきゃ、ね、まあ、宮崎もそうだけど、はい、そうだけど右にも打てるから、うん、だからやっぱ逃げ場を知ってるっていうのがね、筒香も宮崎も、うん、だそれを素直に表現できればそんなに長い間スランプになるっていうことはない。だからまあ両輪の活躍、はい、ね、DeNA 楽しみにしてます、はい、ね。